堀川博道は、日本の映画監督。成城大学名誉教授の堀川忠義は2位。京都府京都市出身。東京市立市中、成城高等学校を経て、1940年、東京帝国大学文学部卒業。同年、東宝撮影所制作部に演出女子係として入社。最初に、山本果次郎の、馬の森岡ロケから助監督として参加し、 この時にチーフ女監督だった黒沢明と仲良くなり仕事を終えるといつも二人で飲みに回ったという入社一年後にオーバーワークがたたって肺を病み一年半休職する復帰後はすでに監督になった黒沢の作品につき一番美しく俗姿三四郎に参加 1945年に軍隊に招集されるが、敗戦となり10月に復員して東方に戻る。再び、黒沢組に参加し、我が青春に、食いなしでは、チーフ助監督を務める。しかし完成後間もなく、病気が再発し、今度は3年半の休職を余儀なくされる。1950年に復職、東方葬儀で他社を転々としていた、黒沢も東方に復帰し、 黒沢復帰第一作、生きるや七人の侍に助監督を務める。1955年に、アスナロ物語で、監督としてデビューするが、黒沢流の妥協を許さない撮り方で撮影したため、途中でフィルムをすべて使い切ってしまったという。そのため、会社からの命令で、本作撮影後に、成瀬美キ夫監督の下で、周雨、妻の心の助監督につき、 きっちり予算内で収め、スケジュールを守るナルセの演出術を学んだ。以後、女殺し油地獄、裸の大将、黒い画集、あるサラリーマンの証言、狙撃、軍閥など、数々の話題作を監督。1977年、アラスカ物語撮影中に東宝との専属契約を解除し、フリーとなる。その後は、ムッチャンの詩、花物語、 エイジアンブルーなど主として独立プロから作品を発表する。2001年10月に発表した、京電、黒沢明で、第11回文化村ドゥマゴ文学賞を受賞。世田谷、九条の会呼びかけ人を務めていた。2012年9月5日、食道癌のため、東京都世田谷区の自宅で死去、95歳没。黒沢の愛弟子として知られ、黒沢は、 堀川のために山本周五郎原作、日々平野をシナリオ化したが、これは日の目を見ず、後に黒沢監督で椿三十郎となる。AB 映画監督の堀川博道さん死去、明日な物語四国新聞社、世田谷、九条の会申し合わせ映画監督の堀川博道さん死去、明日な物語、中日スポーツ、2012年9月6日、ありがとうございます。